だったから、ドゥーン。明日は東京に行くので、まあちょっと時間があるんでね、名古屋ドームにやってきました。まあこういう日に限って、まあ2点差で今ね、勝ってるんですけれども、まあちょっと緩めないようにね、やっていきたいと思いますんで、なんとか今日は勝ってね、つなげたいと思います。どうぞ。9万円。うわ、生きてる。今日からこのスタイルです。すげえ。皆さんこんばんは。生きてますか。生きてます。今日からこのスタイルで行くんで。これをつけたらどうも試合が勝ってるんで。
でかいです。でかいでかい。最近よ、初戦取る。初戦取るけど。初戦は。こっからよ。3連勝できるんじゃないこれ。あ、なるぞ。やべえしょ。皆さん改めましてお久しぶりです。いやー今日はね、明日、まあ明日というか、まあ、この動画が上がってる頃にはもうね、今日になってるんですけれども、まあちょっと東京に行かないといけないね、用事がありましてですね、まあちょっとそれがあったんで急遽、名古屋ドームに行ってきたんですけれども、到着したのがなんと8回でした。マジで取れ高がなかったっすね。これだかも何もないと思ってたら、まあ、最後に高城投手が完封してくれたのは良かったんですけど、まあ、ほんまに点を取ったところ見たことも、見てもないし、まあ、広田投手がね、まあ、完封してくれたのは良かったし、まあ、ドラゴンズが勝ってくれたのは良かったんですけれども、マジで見どころがなかったんで、これはね、僕がなんか喋らなあかんなと思って、今喋らせてもらってます。で、まあ、今日はね、これもらいました。ブルーサングラス。うん。どうですか、これ。まあ、いいんじゃないでしょうか。はい。まあ明日もなんかもらえるんかな。はい。まあこのシリーズで、なんか2000年前じゃないかな。もう5年前くらいになるのかな。まあその時に配ったドアラのね、T シャツが良かったなと思ってて、またなんかいいデザインのやつ出してくれんかなと思ってたんですけれども、まあこれでしたね。今年は。このサングラスでしたね。まあほんまに、まあ広田投手の完封してくれたっていうのね、良かったんですけれども、まあちょっとね、前橋の話もしようかな。まあ、前橋ね、で、この間行ってきたんですけれども、めっちゃ疲れました、もうほんまに。もう言葉では言い表せれないぐらい疲れました。まあやっぱりなかなかね、もうこの年になって、まあこの年になって言ってたらね、まあまだまだ若いやろっていうふうに言われるんですけれども、車で5時間かけて行って、まあほぼほぼね、会長がほんまに運転してくれたんですけれども、まあ、横に乗っててっていうのだけでもやっぱ疲れるなと思って。まあ、会社はもっと疲れてると思うんですけどね。ほんまにほんで、それで、寝やんと仕事行って、ほんで、寝やんと仕事して、で、昨日も帰ってきて、8時ぐらいね、帰ってきたんですけれども、もうリビングで寝て、気づいたら、夜中の3時に起きて、まあ、ちょっと風呂入らないやばいなと思って、ほんで、パーっと風呂入って、で、また8時ぐらいまでずっと寝てましたね。まあ、なかなかね、もうこの、弾丸遠征、止まらんと行く遠征ってほんまにきついです。やっぱ野球を1試合見たら、ほんでね、さらにね、めちゃくちゃ暑かったんですよ。もう並んでる時とかね、40度ぐらいあるんちゃうみたいな。それぐらい暑くて、さらに試合も試合で、なんじゃこれみたいな。まあ今日買ってくれてよかったですけどね。よかったですけれども、まあひどい試合でしたね。まあね、地方の球場で、まあ相手の主催試合でっていうのを考えると、まあ確かにしょうがないなっていうところもあるんですけれども、まあでも松本前橋ってね、まあ連勝したかったなと思いましたけれども、まあやっぱなかなかそう簡単にはねいかないですね。まあでも久しぶりにこの地方球場弾丸遠征っていうのをまあ2週間連続とかでやって、まあ倉敷はね、まあ、阪神に勝ってめちゃくちゃ嬉しかったんですけれども、まあ読売にもね勝ちたかったなっていう思いはあったんですけれども、まあいろいろと行動力が良くなるとか言ったらね、あれかもしれないですけれども、まあなんかそれをやることによってやっぱり得られるもの、まあ群馬県に行けたっていうのもあるし、まあ群馬県でね初めてご飯を食べれたっていうのもあるし、まあ人生の経験っていうところで言ったらすごい、まあプラスになった経験ではあると思います。だからこの野球をやっぱり通じてできる経験っていうのは、まあ、僕のこのすごいやっぱ財産になってるんですよね。野球を見に行ってね、まあ、本当によくしていただける方たちがほんまにたくさんいらっしゃるんで、まあ、ほんまそれのおかげでも支えられてる、でそれのおかげでこれができてるっていうのもほんまに僕はすごい感じてるんで、まあ、今回の遠征もそれをねすごい感じたところでもありました。でまあ何より
まあ、遠征の時に関わってくださった、まあ、ドラゴンズファンのね、まあ、ほんまによくしていただいている方もそうですけれども、まあ、皆さんが、まあ、無事にね、家に帰れてっていうのがね、できてるだけでも、まあ、幸せかなというふうに思います。で、まあ、このホームに戻ってきて、まあ、首位カープにね、まあ、まず1戦目勝ったと、まあ、また床田選手から勝ったというところで、2週間前のやり返しというところで、まあ、大瀬良投手にもしっかり勝ってほしいなという思うところではあります。まあ、なので明日ですね、しっかり勝って、で、なんとか日曜日に3連勝というね、形を取りたいなと思っております。来週またね、苦手な横浜スタジアムで横浜 DeNA を3連戦っていうところを迎えるんで、なんとかこの3連戦で勝っときたいんですよね。まあ、その思いは皆さんもね、一緒だと思いますんで、まあ、これなんとか3連勝してですね、気合入れてやっていきたいと思います。それじゃあまた明日皆さん、ドラゴンズの応援をよろしくお願いいたします。それじゃあまた、名古屋でお会いしましょう。お疲れ様でした。通り行こう。